フリードリヒ・シュトラーセ通り、カールス・プラッツ広場との交差地点から、中心市街方向を見る。通り名の住居表示板、1区、オペルンガッセと書かれている。アルベルティーナ・プラッツ広場、ノイアー・マルクト広場を走っていた、路面電車、オペラ座の噴水、カニアティー銅像、オペルンガッセ2番地、オペルンガッセ16番地の建物、ニーベルンゲンガッセ通りとの交差地点。 フェルディナント・シュラーフの設計。薬局、精霊。オペルンガッセ16番地。ニーベルンゲンガッセ通りとの交差地点。アルベルティーナ・パッサージュの入り口。博物館カフェ。オペルンガッセ7番地。フリードリヒ・シュトラーセ通り。カールスプラッツ広場との交差地点。集合住宅、ベーレン・ミューレ。オペルンガッセ18番地。ウィーン・ツァイレ・ウガン通りとの交差地点。 オペルンガッセ23から25番地の建物。マルガレーテンシュトラーセ通り側のファサード。フランツ・ゲスナーの設計。フライハウスの歴史を描いたスグラフィットが。オペルンガッセ23から25番地。マルガレーテンシュトラーセ通りとの交差地点。オペルンガッセ36番地。シュライフミュールガッセ通りとの交差地点。オペルンガッセは、 オーストリアのウィーン市1区と4区を通る公共の道路。以下に出てくる通りや広場の名称では、ドイツ語のフルネームに、通り、広場を付加して記述する。例、フリードリックストラッサ、フリードリヒヒストラーセ通り、ニベランガス、ニーベルンゲンガッセ通り、カールスプラッツ、カールスプラッツ広場。以下の記述で、交差する道路として品質する、主な通り、広場名を整理のため列挙する。 起点から終点へ向かう方向が、市街方面行きの下り、逆が、中心市街方面行きの上りとなる。起点は1区のリング通りから1ブロック、中心市街方向へ入ったアルベルティーナプラッツ広場。そこからリング通りに向かい、横断すると2ブロック先で、フリードリヒシュトラーセ通りとカールスプラッツ広場に突き当たる。ここから右手に分岐している通りが、でヒテウィーンザイレとなる。 フリードリヒシュトラーセ通り、カールスプラッツ広場からは4区に入り、3ブロック先でシュライフミュールガッセ通りと、マルガレーテンシュトラーセ通りとの交差地点に至り、オペルンガッセの終点となる。北側の1区から、南側の4区へ、ほぼ南北に通っており、この向きで一方通行路となっている。オペルンガッセは1区から、市内南部方面への接続道路となっており、交通量は、 非常に多い。リング通りからは 59A のバス路線が通っている。通り全体にわたって自転車レーンが整備されており、ここも通行量が多い。フリードリヒッシュトランセ通りの地下には暗渠化されたウィーン川が通っており、この地区には緑豊かなエスペラント公園とローザマイレーダー公園があるものの、どちらも交通量の激しいカールスプラッツ広場に面しており、 高落や休息に適した場所ではない。アルベルティーナ・プラッツ広場からリング通りまでの区間には、東側に通りの名称の由来となったウィーン国立歌劇場がある。その向かい側、及びフリードリヒシュトラーセ通りに至る一区遠道には1860から1880年代の歴史的な建物が並んでいる。 フリードリヒシュトラーセ通りより、先の4区の建物の大部分は1930年代のものである。ウィーン工科大学の校舎は1970年代に建てられたものである。オペルンガッセの始まりは19世紀後半のリング通りの新設、及びその周辺地区の再開発と気を一にする経過をたどった。中世以来、現在のウィーン市区に相当する外区は周囲を、 剣道な都市城壁で囲まれていた。現在のオペルンガッセのうち、起点のアルベルティーナプラッツ広場からリング通りまでの区間には、1548年から1552年に、市壁の一部として建設されたケルントナーホルイがあった。19世紀後半になって、時代遅れとなった市壁の撤去が進み、ホルイも除去されると、1861年にオペルンガッセが新設され、 1862年、当時まだ建設中だった、宮廷歌劇場にちなんでオペルンガスセと命名された。当初は、リング通りまでの短い区間のみだったが、後にリング通りが整備されて開通すると、フリードリッシュ・トラーセ通りまで延長された。1913年、ウィン氏の行政により4区までの延伸が決定された。これは、当時時代遅れとなって廃れていた。 フライハウスはウフデアビーデン複合住宅街区の撤去と連動した動きで当時の計画では延伸区間はフライハウスの敷地内を通しマルガレーテンシュトラーセ通りを終点として延伸する予定となっていた1913年にフライハウス街区の撤去工事が予定されていたが折からの第一次世界大戦の勃発により頓挫し工事が 本格的に着手されたのは1930年代に入ってからだった。1930年の時点でも、ウィーン市の道路名一覧表では、オペルンガッセの四区区間は計画中と記されていた。1930年に始まった撤去工事が進むと、ようやくオペルンガッセの四区内の道筋と外区の区割りが見えるようになり、 通りの西側沿いには1936年から1937年にかけて統一的な建物の建設が遂行された。戦艦機のウィーンで自治体の手によらない道路建設の唯一の事例となっている。通りの東側沿いには、その後も30年以上、かつてのフライハウスマイクの名残が残存しており、今日の13番地と15番地の敷地にはなお、 フライハウスプラッツ広場が残っていた。この広場が地図から消えたのは1970年代半ばのことである。1970年代にその位置からビードナーハウプトシュトラーセ通りまでのブロックを貫いて占有する形でウィーン工科大学の校舎が設営された。奇数番地は沿道の東側沿い、偶数番地は西側沿いとなる。 起点のアルベルティーナプラッツ広場からリング通りに至る。区間の東側は、1861年に工事に着手し、1869年に完成したウィーン。国立歌劇場となっている。設計は建築家のエドゥアルト・ハンデルニュルとアウグスと、シカルト・フォン・シカルツブルク。歌劇場の正弁玄関は、オペルンガスセ側ではなくオペルンリング側にある。オペルンガスセ側には、 同じ建築家2名が設計した噴水がある。大理石製で細い軸の周りに3枚の円形の水盤が上に向かって小さくなる形で配置されている。彫像は彫刻家、ハンスがスターによるもので、最上部は音楽を、2層目は歓喜、紳士、軽薄の3種の感情を、それぞれ偶位的に表現したものとなっている。 2番地の建物には3つの正面玄関と2つの中庭があり、1862年に建築家のフェルディナント・フェルナーの設計で建てられた初期歴史主義様式の建築である。屋根裏階は時代が下ってからの増築である。オーバーエーステライヒ州の関連施設、国立劇場のチケット売り場と事務室が入っており、住居部分には住民が住んでいる。 ハーヌシュガッセ通りの角には、カリアティード像と多数の円柱を伴う出窓がある。ロビーは、半円筒ボールとのペンデンティブ円外となっており、装飾的な絵画が飾られている。その油絵には正義、製業、制御、農業、交通を具位的に表現した人物像が描かれている。オペルンリングとの交差点には、1964年、歩行者用の地下通路、 アルベルティーナパッサージュが開設された。利用率の低さから2005年に閉鎖。2011年末、通路内にディナークラブが開業し、店名にはアルベルティーナパッサージュの名称を用いている。3番地は商業ビル兼オフィスビルのオペルンリング方府館となっている。オペルンガッセとリング通りに面しており、リング通り側では通りを挟んで、反対側にウィーン国立歌劇場がある。 古くは、ハイン・リヒスホーフ館と呼ばれていた。四番地は、1862年から1864年にかけて建築家のアントン・ヘルフトにより、初期歴史主義の様式で建てられた建物となっている。新マニエルスム様式で作られており、ヘルメゾを両脇に従える、半円柱の正面玄関によって、中心軸を強調する構図となっている。中庭の噴水には、 ダイアナの彫像があり、階段室には女性の銅像がある。1862年から1863年にかけて建築家のヨハンド・マーノ・フォン・リンゲとアウグスと、シュベンデン・ワイン・フォン・ラーナウベルクの設計により建てられた。第二次世界大戦後の1953年から1961年にかけてエーリッヒ・ボルテンシュタインにより改築された。 フリードリヒ・シュトラーセ通り6番地とカール・スプラッツ広場の角には著名な博物館カフェがある。内装はアドルフ・ローズによるもの。かつては文学者が都道カフェとして知られ、現在、ウィーンでも長い伝統を誇るカフェとなっている。トライトル・シュトラーセ通り3番地とカール・スプラッツ広場と交差する角には現在、ウィーン工科大学の校舎がある。この建物は、 1930年から1931年、建築家のフリッツ・ユトマンとエゴン・リスにより建てられた。建築主は建築グループのポルだったが、実際の利用者は繊維産業の労働者と接客業の雇用主の組合で、その本部庁舎として利用されていた。ポル自身の入居先は、隣の11番地だったが、広くポルハウスと呼ばれるようになった。 1930年代ウィーンの建物のうちでも最も重要性の高い建築群に属するとされており、カールス・スプラッツ広場に面した土地柄、街の中でも特に目立つ建物となっている。鉄筋コンクリート6階だけで、植物的な形状と区切りのない凍死の窓が特徴となっている。フェストザールでは1932年に作家のカール・クラウスが オフフェンバック講義を開催し、それにちなんで、後にオフフェンバックザールと解消された。ロビーには労働運動の指導者、アントン・フェーバー・フォン、マリオ・ペトルッチをかたどった1950年代製の同性の胸像が置かれていた。第二次世界大戦後の連合軍、占領統治時代には、1955年までソ連の情報センターが置かれていた。もともと、この場所には、 高層ビルを作る計画があったが、市の建築家の反対により実現しなかった。この番地には、ウィーン工科大学の校舎として1970年代に巨大な建物が作られた。側面は、シャウアーホーファーガスセ通り2番地から4番地を占めており、公的な住所としては正面にあたる、ビードナーハウプトシトラーセ通り6番地から10番地となっている。 ウィーン工科大学の講義室と研究施設が入っている。かつてはフライハウスアウフデアビーデンの敷地だった場所である。レッセルガッセ通りビードナーハウプトシュトラーセ通りの西側からオペルンガッセへと通っているのがレッセルガッセ通りである。オペルンガッセを過ぎるとベーレンミュールドルヒガング通路に名称が変わる。フライハウスプラッツ広場レッセルガッセ通りとオペルンガッセの交差地点には フライハウスプラッツ広場があった。これは1913年、将来的に撤去の見込みとなっていた、フライハウス集合住宅外区を記憶するものとして、計画段階で市により命名されたものだが、撤去工事がずれ込んだことから、実際に広場が作られたのは1930年代に入ってからである。1970年代に、ウィーン工科大学の敷地とするため、姿を消した。 インデアローゼンルッケン通りレッセルガッセ通りと並走する形で1930年代よりビードナーハウプトシトラーセ通りからオペルンガッセまでインデアローゼンルッケン通りが通っていたこれは1913年に市の計画段階で名称が決定していたものだがフライハウスプラッツ広場と同様に実際の設置は1930年代までずれ込んだフライハウスプラッツ広場と 同様、ウィーン工科大学の校舎の建設のため、姿を消した。現在の校舎内を貫くルートだった。16番地は、1871年から1872年にかけて建築家のフェルディナント・シュラーフにより厳格な、歴史主義様式で建てられた建物となっている。特徴としては、追加的な切り妻窓、角のリザリート装飾。 カリアティード像の配置による窓のエリキュールの重ね合わせ装飾三軸の円柱玄関が挙げられる。1階には老舗の薬局、精霊が入っている。18番地はウィーン・サイレ・ウガン通りとの間に挟まれた狭い三角形の土地で1937年から1938年にかけて建築家のハインリッシュミットとヘルマン・アインガーの設計で建てられた。 ベーレンミューレ集合住宅がある。特徴としては、半円形の張り出し構造、通常よりも高さのある建築、バロックリザリーと装飾風に突き出した壁面が挙げられる。壁面に飾り付けられた石のレディーフ画は、熊との格闘の伝説を描いたもので、かつてこの地にあったベーレンミューレの故障はこの伝説に由来する。 この土地に1794年から1856年まで建っていた住居には、作家のイグナーツ・フランツ・カステッリが暮らしていた。1937年、オペルン・ガッセからこの住宅敷地内を通って、ウィーン・ツァイレ・ウガン通りとナッシュマルクトへ抜ける通路として、ベーレン・ミュール・ドゥルヒ・ガング通路が設置された。オペルン・ガッセを挟んで、その反対側は、 レッセルガッセ通りがビードナーハウプトシュトラーセ通りまで通っている。マルガレーテンシュトラーセ通りとの交差地点には1936年建築家のフランツ・ゲスナーの設計で建てられた特徴的な球面建築の建物がある。角地の不利な立地を解決する意装となっている。壁面にはかつてのフライハウス集合住宅のモチーフによるスグラフィット画があり、下地には 現在の道路の区割りが描かれている。この番地には7階建ての統一的な集合住宅がある。ファウルマンガスセ通りからシュライフミュールガスセ通りまでの区間に相当し、1936年から1937年にかけて建てられたものである。26番地の角の建物はフランツ・ゲスナーの設計によるもので、パパゲーの抱負の愛称が付けられている。 H テレビによる壁面のマヨリカレリーフ画にはパパゲーノの姿が描かれており、かつてこの地にあったフライハウス劇場で執り行われたモーツァルトのオペラマテキの初演を記念するモニュメントとなっている。28番地の建物の設計はアルフレート・アドラーとマルティン・ヨハン・シュミット、30番地から34番地まではオイゲン・カストナーとフリッツバーゲによる。 1902年から1942年まで、オペルンガスセの起点から終点までは、路面電車が通っていた。線路のスタート地点は1区のノイアー・マルクト広場となっており、そこからテゲットホフ・シュトラーセ通りを抜けて、始発停留所のあるオペルンガスセに入っていた。次の路線が営業していた。4路線とも、まず、リング通りを横切って、フリードリヒシュトラーセ通りに至る経路は共有と、 なっていたそこから、Z、58、59番線は、ゲトライデ・マルクト広場を通ってマリアヒルファーシュトラーセ、通りへ達し、これを市街方面へ、61番線は、リンケウィンツァイレを、市街方面へ、それぞれ向かうルートとなっていた。リング通りより、中心市街側は、第二次世界大戦の半ば頃に営業中止となった。そのまま戦後は、 リング通りより中心市街側の線路は路線網に復帰しないことが決まり、1948年に路線図から削除された。オペルンリングーフ管には1963年まで U ターン用の線路があり、63番線と61番線が使用していたが、その後、この2路線は順次バス路線に転換されて廃止された。現在では、 バス路線の 59A 線がオペルンガスセの大部分の区間をカバーし、リング通りからマルガレーテンシトラーセ通りまでこの向きで営業している。リング通りへ戻る。中心市街方面域はウィーンザイレウガン通りを通っている。ありがとうございます。